皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパルどうもパルパルです。今回はですね、タイトルにもある通り私の絵が美術館に買っていただけたということで、どんな絵なのか皆さんにお見せしたいと思って動画を回しています。じゃーん、ここです。ワットカフェさんといって絵を飾っていただいていたところです。というわけで買っていただいた絵がこちらです。一応ここに書いてありますこちらですとか言ってさ、どっから写そうかな。これがいいか。じゃあ後ろに絵があるので私がせーのでどきたいと思います。せーのこの絵です。こんな感じ。こちらの絵を購入していただきました。なんかめっちゃ近づいちゃうな、自撮りしてると。自分と一緒に写すの難しいで、高さ的にはどのぐらいあるかっていうと、このぐらいあります。キャンバス自体の高さが160センチぐらいあったかな。でそれが3枚あります。近づくと分かるんだけど、ボコボコしてたりザラザラしてたり、結構細かい、意外とねちょっと三脚つけて撮ってるからさ、なかなか撮りづらいんですけど、こういう感じの絵です。でこれ2019年に描いて、で、まあ、眠ってたやつなんで、ちゃんと居場所が見つかってよかったなと思っております。そしてですね、まあ、せっかくだから他の絵も解説していきたいと思います。これね、なんか制作過程なんだけど、この制作過程の絵がこれでございます。でこれはなんかこれもね、近づくとねめっちゃボコボコしてるんだけど、これ結構気に入ってる。これは最近描いたやつですね。ほらボコボコしてるでしょ。これはどういうやつかっていうと、アダムとイブで、私の中ではアダムとイブって結構やばい人たちだと思っててだってね、本当は身を食べなければ不死なのに、それをわざわざ食べちゃって自分たちで寿命を作っちゃうっていう、すごいやばい人たちの人たちだっていうのが私の中での認識で、でまあだからちょっとなんかちょっと狂った感じのイメージで描いてます。アダムとイブの時代から繰り返す人類の愚かさと美しさみたいのを出したいなと思って描きました。はい、これはどういう時に描いたかっていうと、2019年に描いたんだけど、これ描いてる時ってめちゃくちゃなんか悩んでて、どうしようかと思っててでなんか自分の中で何かこう新しいこととかなんか起こるといいなっていうか、こう新しくね生まれ変わるといいなっていうので、まあこの太陽ってそういうの象徴じゃないですか。でそこそも太陽がすごい頑張ってこう血を流して、そこから新しく生まれてくるみたいな。で目にしたのは、まあ目はねやっぱね私の中で一番こう心の中にいつも残ってるものだから、まあなのでまあ一番最初に生まれてくのが目なんだよねっていうイメージですでこっちが、これを2021年新しいやつ、これもねレジンが入ってますね。でこれ何かっていうと、アダムとイブいたじゃない。あのアダムとイブの目だけじゃなくて、なんか歯とかも唇とかもあるんだけど、あの基本目ですね。このギラギラした感じなのは、まあ、その私の中での彼らの印象がやばい人たちだっていうことですはい、やばい人たち。これはね結構楽しかったです。あの作業しててちょっと飾りっぽい感じだったから。はい、でそしてここにあるやつですね、遠くから見るとこんな感じ。近づくとねめっちゃボコボコしてんだけど、こんな見えるかな。結構ねボコボコです。これも2019年に描いたやつを、まあ、リメイクっていうか、その上からね新しく塗ったんですよ。これもね似たような感じで、
まあ、悪夢がね燃えて、また新しく生まれ変わるみたいな、生まれ変わるっての好きだね私ね、生まれ変わるみたいな、そんな感じのイメージ。お花とか言われるんだけど、まあこう目なんだよね一応ね。はい、そして次はこれです。何から説明すればいいか分かんないのこれ。まあ口ですよね、口ね、口なんだけど、ここもまあね近くレジン入ってるんですけど、これよく見るとね顔なんだよね、これ鼻、鼻で目みたいな、これ顎の線みたいななってる。近づくとこんな感じですよ。横こう結構盛り上がって、これも硬いやつ、すごい硬い、こんあのモルタルみたいな素材なのね。これはね、まあなんかとにかく人はいい顔をしながら嘘をつくってことですよ。そういうことです。はい、次、これは私は結構気に入っています。近づくとさらに気に入っている感が、これは気に入っています。でなんで気に入ってるかっていうと、でこの絵はそもそも何かっていうと、私がその子供の頃にその性犯罪に遭った後に、すごく自分がね人間なんだけど、なんか人間じゃない感じみたいなのがすごくあって、で人の中にいても人じゃないみたいなイメージがすごいあって、でその時の感じを今の私がその時の私を見て描いたって感じですね。でまあ、人なんだけど人じゃないっていう感じが、まあ、人の形してんだけど肌が緑だったりとか目が黒かったりとか、まあ、髪の毛赤かったりとか、そういうのでこう見た目的な身体的な特徴でその心理的なものを表しているという感じです。で私は結構目が気に入ってます。これもねいい感じじゃない。近づくとね結構細かく描いてるんだよ。結構ねこれはね細かく描いてるんだよ。近くで見ないと分かんないけど。でこれと対になってんだよね、この下のやつは。これは何かっていうと、口の中にこのね鍵穴がねあるのね。これも近づいてみると結構いろいろ細かく描いてるんだけど、こう鍵穴です。なぜ鍵穴かというと、口をね開いてるんだけど、こう喉の奥に鍵がかかってて言いたいけど言えないみたいなことがあるっていうのを表しております。これも結構気に入っている。はい、っていうかね、こっちの、まあまあどれも気に入ってんだろうな、自分が描いたやつだから。これはねすごく心理的なものを描いていて、こんな感じで、これも結構ボコボコした感じになっておりますね。はい、でこれは何を表してるかっていうと、まあこの辺はお花で黄色いやつで、ここはなんか目なんだけど、何を見ても綺麗に見えないっていうか、とにかくもうなんか全てがもうドロドロにこう見えるというか、いくら綺麗なものを見てもこう私の心の中だとこういう風に映ってしまう時がありますねっていうことですね。はい。これは、はい、タイトルは He Ate My Heart ってやつで、こんな感じで結構これはいろんな、このスプーンとかついてるんですよ。スプーンついてたりフォークついてたりいろんなとこにするんだけど、なんでこうなってるかっていうと、このフォークとスプーンってこのプラスチックのフォークとスプーンなんですね。で、なんでプラスチックのスプーンとかフォークとかを入れたかっていうと、プラスチックのスプーンとかフォークってすごい簡単に手に入るじゃないですか、コンビニとかで。で、使い捨てだしみたいな感じで、そんな使い捨てみたいな気持ちで私の心をとか肉体とかを持って遊んだっていうのをこれで出してて、だからこれはもうなんかハートなんだけど、タイトルはハートだけじゃなくて、もうなんかミンチになった私の心とか体とかみたいな感じですね、をこう切ってあって、でそれをもう食べるみたいなイメージ。はい、そしてこの下のやつ、これはこれ口で、舌で、これハートね。はい、でこれは Ate Your Heart っていうタイトルで、このモンスターなんですけど、これモンスター側からの視点です。で、ハートの方の影だけ紫なんですよ。こいつは赤いんだけど、これなんで紫にしたかっていうと、怖いってことですね、要は。
その食べられる時に怖くなって怖い時って顔面蒼白とか青くなるとかなるじゃないですか。それをまあこの紫色にして表しているというところです。ちょっとポップな感じですね、はい、この中だから比べるとはい、そしてこれも2019年の作品です。これはドアと唇この後ろにあるのもね、ドアね。で、これもちょっとザラザラしてるとこなんだけど、これツバですねでこれはまあね、私の中のイメージでさっき口に鍵がついてたのあったと思うんだけど、その唇がなんかちょっと唇じゃない、口がドアみたいなイメージがあって、それでこうドアをね、いろんな人がこう口をね開けたり閉じたりして、言ってもいいことも言わなくてもいいことベラ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 いろいろ言ってるじゃないですか。なんかまあそういう感じのねイメージですね。とにもかくにも、はい、こういう感じで飾っていただきまして、私は非常に嬉しゅうございますね。はい、こんな感じでいい感じでしょ。こうやってここの廊下にバーって飾ってありました。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。